ケア教をご覧の皆様、こんにちは。佐藤です。この講座では第36回介護福祉士国家試験に向けて皆さんの学習をサポートしていきたいと思います。受験生の皆さんに嬉しい中央法規出版さんの参考書プレゼント企画もあります。概要欄をチェックしてください。今日のテーマは過去問解説2023年新分野です。2023新分野ということで、皆さんご興味あると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では今日の1問目ですね。2023年問題の5からの出題になります。介護老人福祉施設は利用者とその家族、地域住民等との交流を目的とした夏祭りを開催した。夏祭りには予想を超えた来客があり、違法駐車が邪魔で困るという苦情が近隣の住民から寄せられた。そこで次の夏祭りの運営上の改善に向けて職員間で話し合い、対応策を作成した。次の対応策のうち PDCA サイクルのアクションにあたるものとして最も適切なものを1つ選びなさい。1、近隣への騒音の影響について調べる。2、苦情を寄せた住民に話を聞きに行く。3、夏祭りの感想を利用者から聞く。4、来客用の駐車スペースを確保する。5、周辺の交通量を調べる。皆さんいかがでしょうか。こちら佐藤さん、解説をお願いいたします。はい、こちら回答から申し上げますと、4番が正解になります。PDCA の言葉とそれぞれの意味ですね。まずは P、プラン、計画になります。Do は実行、C はチェック、評価ですね。A はアクション、改善する、次の行動を考えるっていうことで、今回の問題では4番が正解なんですけれども、違法駐車が邪魔で困るという苦情を受けているので、次の改善策として4番が正解になるということになります。ありがとうございます。では続いての問題です。2023の問題6からになります。 D 介護福祉職は利用者に対して行っている異常の介護がうまくできず、技術を目的とした OJT を希望している。次のうち D 介護福祉職に対して行う OJT として最も適切なものを1つ選びなさい。1、専門書の購入を勧める。2、外部研修の受講を提案する。3、先輩職員が異常の介護に同行して指導をする。4、職場外の専門家に相談するように助言をする。5、苦手な異常の介護は控えるように指示をする。こちらの5つになります。皆さんぜひ解いてみてください。では早速解説の方もお願いいたします。はい、答えは3番ですね。これは OJT と OFJT の言葉の意味の理解が大切かなと思います。OFJT っていうのは社外で行う研修、教育訓練研修のことを言います。外部セミナーとかですね、外部の勉強会などが当てはまります。この答えになっている OJT に関しては社内で行う教育訓練のことになります。先輩上司から知識や技術を教わるという機会になりますので、3番の先輩職員が異常の介護に同行して指導する、これが答えになります。ありがとうございます。はい、新分野ということで PDCA サイクルとか OJT とかそういったちょっと新しいキーワードですね、はい、出てきたと思うんですけど、なんかその他もしこういうキーワードもあるよっていうのがあったら教えていただけますか。はいはい、昨年はこの2問ですね出ていたんですけれども、その他にチームマネージメント、チームでどのようにより良い職場づくりをしていくのかとか、より良い介護を提供していくのかっていうところでは、リーダーシップとかフォロワーシップ、あとはコーチング、ティーチング、スーパービジョンみたいなところも新しく用語として加わっていますので、ぜひ勉強してみるといいんじゃないかなと思います。チェックしておいてください。皆さんいかがだったでしょうか。佐藤先生、本日もありがとうございました。なんとですね、ケア教では中央法規出版様とコラボ企画がございます。こちらですね、受験生に役立つ書籍のプレゼントキャンペーンも実施をしていますので、ぜひ概要欄から応募してみてください。それでは皆さん、さようなら。さようなら。ケア教をご覧の皆様、こんにちは。佐藤です。この講座では第36回介護福祉士国家試験に向けて皆さんの学習をサポートしていきたいと思います。受験生に嬉しい中央法規出版様との参考書のプレゼント企画もありますので、ぜひ概要欄からご覧ください。今回のテーマは過去問徹底解説どうする難問鬼門というテーマでお伝えしていきたいと思います。はい、難問鬼門毎年ね出ますので、結構ね焦っちゃう方も多いと思うので、そういう時の対処法などもアドバイスいただけたらと思います。はい、では本日の問題ですね。2017年第29回からの出題です。問題の102、身長151センチ、体重39キロ、寝たきりで侵襲がない70歳の女性の基礎代謝量が980キロカロリーと算出をされれた。1日のエネルギー量は基礎代謝量に活動係数とストレス係数をかけることによって算出ができる。この女性の1日の必要エネルギーを算出して最も近い数値を1つ選びなさい。1 600kcal、 2 900、3 1200、4 1500、5 1800kcal。 こちら皆さんいかがでしょうか。では佐藤先生、解説お願いいたします。こちらの答えは3番になります。3番の1200キロカロリーが答えになるんですが、この文中を読むとですね、実は計算方法が書かれていて、1日のエネルギー量は基礎代謝量に活動係数とストレス係数をかけることによってというふうに書かれているので、もし分かっていればですね、答えられる、むしろ簡単な問題だとは思うんですが、ここまで深く勉強してないよっていう人にしてみるとちょっとびっくりするような問題なんじゃないかなと思います。実際にどういう計算になるんですか？これはですね、寝たきりでなので活動係数が合唱生活 1.2 かけるストレス係数進修ないので 1.0 かけると1200にいかないぐらいなんですよね。なので980かける合唱生活の 1.2 をかけてストレス係数は進修なしの 1.0 をかけて1200に近い数字だというので、3が正解ということですね。問題にもこの表がそれぞれついているので、よく読めば解けるという問題でした。はい、ありがとうございます。なので落ち着いてね、問題を読んでいただければ解けた問題だということですね。では続いての問題ですね。2017年の第29回の問題になります。問題の54、D さん、84歳女性、要介護さんは認知症があり、訪問介護、ホームヘルプサービスを利用している。ある日、この D さんが訪問介護員、ホームヘルパーと一緒に衣装ケースを開けたところ、防虫剤がなくなっていた。 D さんは新しいものを補充してほしいと訪問介護員、ホームヘルパーに依頼をしたが、防虫剤の種類や名前はわからないという。この衣装ケースに補充をする防虫剤の種類として最も適切なもの1つ選びなさい。1、小脳、2、ナフタリン、3、パラジクロルベンゼン、4、シリカゲル、5、ピレストロイド系。なかなか難しそうなんですが、はい、解説お願いします。はい、こちらは答えは5番になります。こちらも防虫剤について知っていないとすごくびっくりする問題かなと思うんですけれども、こんな問題も出ましたということでご紹介します。ここはちょっと知識がないとわからないかなというところですね。なのでもう全くわからないという方は、場合によってはちょっとスキップいただいてもいいかなというところですかね。はい、では本日もう一つですね、2023年問題の55になります。次の記述のうち、ズボンの裾上げの縫い目が表から目立たない手縫いの方法として最も適切なものを1つ選びなさい。1、波縫い、2、半返し縫い、3、本半返し縫い、4、コの字縫い、5、祭り縫い。こちらも確かに難問疑問かなというところですが、教えてください。はい、こちら回答は5番祭り縫いが回答になります。こちらもさっきの防虫剤と同じで、分かっていないとちょっとびっくりするような問題になるのかなと思うんですね。はい、こちらもありがとうございます。今日3問取り上げましたけども、こうしたちょっと難問疑問ぶつかるともう本当焦ってどうしようどうしようというふうになってしまうと思うんですが、そうした問題に当たる時のなんか心構えみたいなものを教えていただけますか？はい、必ずですね、毎回 2,3 問はびっくりするような問題は出るんじゃないかなと思いますので、まずは出るものだと思っておいていただけたらなと思います。で、出題してる意図としては、出題されている方の様々な意向っていうのがあって出題していると思うので、ちょっとわからないんですけれども、日常的に自立して自分のことをご自身でやられながら生活している人もいると思うので、そういった方を支援するとなった時には防虫剤の話であったり、あとはお洋服の縫い方の話であったり、話題に上がってくるとかっていうことを考えると、範囲から大きくそれているかというとそうではなく、あくまでも範囲内であるっていう考え方もできるんじゃないかなと思います。ただ出題頻度がそんなに高くないというところでは、勉強している期間の中でこういったところを重点的に勉強するといったことがもしかしたら少ないかもしれないので、まずは出題されたら焦らずに一度飛ばして、後で時間があったらもう一回ゆっくり考えてみるっていう風な方法でもいいんじゃないかなと思います。あともう一つは対策をしよう、こういう問題に対して対策をしていこうっていうふうに考えた時に難問奇問ばっかり集めてですね、そればっかり勉強していると結果的に本当に大切な基礎知識みたいなところがずっぽり知識抜けてしまって対応できなくなるので、これからの勉強をしていくにあたってもですね、この難問奇問ばかりに重点を置かず、まずは基礎知識の方に重点を置いた学習の取り組み方にしていただければなと思います。ぜひ皆さん意識してみてください。皆さんいかがでしたでしょうか。本日も佐藤先生ありがとうございました。ケア庁ではですね、なんと中央法規出版様とコラボレーションです。受験生に役立つ書籍のプレゼントキャンペーンも実施をしておりますので、概要欄からぜひ応募してみてください。それでは皆さん、さようなら。さようなら。ケア庁をご覧の皆様、こんにちは、佐藤です。この講座では第36回介護福祉士国家試験に向けて皆さんの学習をサポートしていきたいと思います。受験生の皆さんに嬉しい中央法規出版さんとの参考書プレゼント企画もありますので、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。今日のテーマは過去問徹底解説。本日は人間の尊厳と自立を見ていきたいと思います。定番だと思いますが、本当に大事な分野だと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。本日の1つ目の問題です。第35回からの出題です。利用者の生活の質 QOL を高めるための介護実践に関する次の記述のうち最も適切なものを1つ選びなさい。1、日常生活動作の向上を必須とする。2、利用者の主観的評価では介護福祉職の意向を重視する。3、介護実践は家族のニーズに応じて行う。4、福祉用具の活用は利用者と相談しながら進める。5、価値の基準は全ての利用者に同じものを用いる。こちらの解説よろしくお願いします。はい、まずは正解からですね。正解は4番になります。これは生活の質 QOL の正しい知識、深い知識の理解っていうのが必要なのかなと思うんですけれども、まず1番日常生活動作の向上を必須とする QOL っていうのは、その体が動くとか自分で何かができることだけを生活の質と表現するのではなく、精神面もですね、あとは社会的な関わりだったり役割だったり、そういうのも含めて生活の質というふうに解釈するので、たとえ体が動かなくても生活に満足しているっていう状態であれば、それは QOL が高いというような表現になるので、1番は不適切になります。2番は介護福祉職の意向を重視するというところが不正解になります。利用者の意向、意思を重視するというのが適切かなと思います。3番はこれもそうですね、家族のニーズに応じて行うっていうところが不適切ですね。利用者のニーズに応じて行うっていうのが正しいものになります。5番は価値の基準は全ての利用者に同じものを用いるっていうところ、同じもので価値を決めるっていうのが不適切になります。それで残った4番が正解だということですね。皆さんいかがでしょうか。では続いてもう一つ問題ご紹介します。A さん25歳男性、障害支援区分3は網膜色素変性症で、移動と外出先での配施設時に介助が必要である。同行援護を利用しながら自宅で母親と暮らしている。音楽が好きな A さんは合唱サークルに入会をしていて、月1回の練習から参加をしている。合唱コンクールが遠方で行われることになった。同行援護を担当する介護福祉職は A さんから、コンクールに出演をしたいが初めての場所に行くことが心配であると相談を受けた。介護福祉職の A さんへの対応として最も適切なものを1つ選びなさい。1、合唱コンクールへの参加は諦めるように話す。2、合唱サークルの仲間に移動の支援を依頼するように伝える。3、一緒に交通経路や会場内の状況を確認する。4、合唱コンクールに参加するかどうかは母親に判断してもらうように促す。5、日常生活自立支援事業の利用を進める。こちらの5つになりますが、皆さんいかがでしょうか。佐藤先生、こちらも解説お願いします。はい、まずは正解ですね。正解は3番、一緒に交通経路や会場内の状況を確認する。こちらが正解になります。文中にですね、 A さんからコンクールに出演したいが初めての場所に行くことが心配であるというふうな一文があると思います。まずはこの A さんの気持ちに沿った対応っていうのが一番ベストなのかなと思います。そうすると3番が正解になるかなと思います。1番に関しては参加をを楽しみにしているのに諦めさせるとかですね、これは不適切ですし、2番に関しては仲間に移動の支援を依頼する、これも自分でご自身で行くことに満足度とかそういったところがあるのかなと思うと不適切になります。4番、母親に参加するかどうか判断してもらう、これもですねご本人の意思そっちのけという状態になってしまうので不適切になります。あとは5番、日常生活自立支援事業の利用を進めるということなんですが、ご自身で外出できるというような状況ですから、こちらも不適切になります。ありがとうございます。では今日の3問目ですね。第33回からの出題になります。自宅で生活をしている A さん、87歳男性、要介護3の方は、7年前に脳梗塞で左肩麻痺となり、訪問介護ホームヘルプサービスを利用していた。A さんは食べることを楽しみにしていたが、最近食事中にむせることが多くなり、誤嚥を繰り返していた。誤嚥による緊急搬送の後、医師は妻に今後も自宅で生活を続けるならば胃ろうを勧めると話した。妻は仕方がないと諦めていたが、別に暮らしている長男は胃ろうの増設について納得をしていなかった。長男が実家を訪れるたびに A さんの今後の生活をめぐって口論が繰り返されていた。妻は訪問介護員にどうしたらよいか相談をした。介護福祉職の食料倫理に基づく対応として最も適切なものを一つ選びなさい。1、医療的なことについては発言できません。2、医師の判断ならそれに従うのが良いと思います。3、A さん自身はどのようにお考えなのでしょうか。4、息子さんの気持ちより一緒に暮らす奥さんの気持ちが優先されますよ。5、息子さんと一緒に医師の話を聞きに行ってみてください。こちらの5つの選択肢、皆さん正解何番だと思うでしょうか。では佐藤先生、解説お願いします。はい、こちら正解は3番ですね。A さん自身はどのようにお考えでしょうか。こちらが正解になります。こちらも文中にですね、医師は妻に今後も自宅で生活を続けるならば胃ろうを勧めるといったところ、妻は仕方ないと諦めていたけど、長男は胃ろうの増設について納得していなかったと、様々なご家族の間、あとは医師の意向がある上での話なんですけれども、一番大切なのは利用者さんご自身の意思を優先させるっていうところが一番大切ですので、まずは A さん自身がどのように考えているのかっていうのを聞く、これが一番適切かなというふうに思います。ありがとうございます。皆さんね、普段こういうシーンもあると思うんですけど、はい、どのように接してますでしょうか。はい、まあこれ問題も通して普段のね、介護の対応の仕方という発言の仕方もね、是非学んでいっていただけたらと思います。はい、ちなみに今回この3問ピックアップされた理由、何かございますか。はい、まず人間の尊厳と自立、2問しか出ないですよね。この2問しかないっていうことで焦ると思うんですけど、1問は理論とか、あとは基礎知識に基づくような出題、もう1問は最後の問題みたいな事例問題で本人の意思決定だとか人権を尊重しているかどうかっていうような対応方法を問うような問題が多いかなと思います。事例問題に関しては本人の思いに着目することが大事、それが一番優先すべきことということで答えていけるといいんじゃないかなと思います。ですので事例問題が1つ出るよっていうことで事例問題を紹介したのと、もう1つは今回は QOL についてなんですけど、人権に関するそういった基礎知識とか、あとは学問ですね、さまざまな理論、人権に関する理論の問題が1つになるかなと思ってこちらを持ってきました。ありがとうございます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。佐藤先生、本日もありがとうございました。そしてね、受験生の皆様に朗報ですね。手屋ではなんと中央法規出版様とコラボレーションです。受験生に役立つ書籍のプレゼントキャンペーンも実施をしていますので、ぜひ概要欄からこちらご応募ください。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。さようなら。ケアキョをご覧の皆様、こんにちは、佐藤です。この講座では、第36回介護福祉士国家試験に向けて皆さんの学習をサポートしていきます。受験生の皆さんに嬉しい中央法規出版さんとの参考書プレゼント企画もありますので、ぜひ概要欄チェックしてみてください。今日のテーマは過去問徹底解説。本日は角炭吸引について解説していきたいと思います。こちらもね、定番だと思うんですが、実践の勉強にもなると思いますので、ぜひチェックしてみてください。では今日の問題の1つ目ですね。35回からの出題です。角炭吸引を行う前の準備に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。1、医師の指示書の確認は初回に一度行う。2、利用者への吸引の説明は吸引のたびに行う。3、副外の指定にする。4、同室の利用者から見える状態にする。5、利用者に手指消毒をしてもらう。こちらの5つの選択肢になりますが、皆さんいかがでしょうか。佐藤先生、解説お願いします。まず正しいものは2番ですね。利用者への吸引の説明は吸引のたびに行う。これが正解になります。1番は医師の指示書の確認は初回に一度行う。こちらは実施前にもですね、確認をする必要があるので不適切になります。3番、腹外の姿勢にする。腹外だと吸引チューブがなかなか入っていかないですよね。お腹が下になっているような状態なので、行外もしくはご本人の安楽な体位にするっていうのが正しいのかなと思います。4番は同室の利用者から見える状態。これはプライバシーの保護に欠けている状態なので不適切になるかなと思います。5番、利用者に手指消毒をしてもらうということなんですが、こちらは行うのは介護福祉職等になると思うので特に必要はないかなと思います。ありがとうございます。では続いての問題、34回からの出題になります。気管カニューレ内部の喀痰吸引で指示をされた吸引時間よりも長くなった場合、吸引後に注意すべき項目として最も適切なものを1つ選びなさい。1、体温。2、血糖値。3、動脈血酸素飽和度。4、痰の色。5、唾液の量。皆さんいかがでしょうか。ではこちらも解説お願いします。はい、正解は3番になります。文中にですね、指示された吸引時間よりも長くなってしまったっていうことが書かれているので、吸引時間が長くなるとそれだけ酸素も呼気もですね奪われてしまうという吸引されてしまうということで、苦しくないかもしくはチアノーゼが見られていないかっていうふうなことを確認するとともにですね、血中酸素濃度も確認するということで3番が正解になるかなと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。では続いて本日の3問目いってみましょう。33回からの出題です。介護福祉職が実施をする喀痰吸引で口腔内と気管カニューレ内部の吸引に関する次の記述のうち最も適切なものを1つ選びなさい。1、気管カニューレ内部の吸引ではカニューレの内径の3分の2程度の太さの吸引チューブを使用する。2、気管カニューレ内部の吸引では滅菌された洗浄水を使用する。3、気管カニューレ内部の吸引では頸部を前屈した姿勢にして行う。4、吸引時間は口腔内より気管カニューレ内部の方を長くする。5、吸引圧は口腔内より気管カニューレ内部の方を高くする。こちらちょっと難しそうなんですが、はい、解説お願いします。はい、まず正解は2番になります。これは細かい知識もちょっと必要な問題だったかなというふうに思うんですが、1番はカニューレ内部の内径の3分の2程度の太さって書いてるんですが、正しくは2分の1なので不適切。この辺はもう知らないと解けないかなとは思います。3番は頸部を前屈した姿勢だと吸引チューブが入っていかないですよね。前屈なので入りづらいということで、後屈も良くないんですけれども、吸引チューブが安全に入りやすい体勢にするっていうのが正しいかなと思います。で、4番は口腔内より気管カニューレ内部の方を長くする。これ口と気管とですね、気管カニューレと気管肺にどちらがより近いかによって違うんですけれども、息が気管カニューレの方が気管とか肺に近い分息が吸いづらいんですね。長くしてしまうと、長く吸引してしまうと吸いづらいということで、口腔内より気管カニューレ内部の方を短くするというのが正しい答えかなというふうに思います。5番はこれもあれですね、口腔内より気管カニューレ内部の方を低くする、吸引圧を低くして吸引するというのが正しい答えかなと思います。ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。今日は喀痰吸引で3問ピックアップいただいたんですが、はい、こちらなんかピックアップした理由教えていただけますか。はい、まずは喀痰吸引においては喀痰吸引の種類ですね、行えるものの種類として鼻腔、そして口腔、そして気管カニューレ。鼻腔と口腔は咽頭の手前まで、気管カニューレはカニューレ内部までっていうできる範囲も定められていますので、それもしっかり覚えてほしいということと、あとは準備から終わるまでのですね1年の流れの中での手順っていうところも出題されることが多いのかなと思いましたので、こちらの問題を紹介しました。ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。佐藤先生、本日もありがとうございました。ありがとうございます。そしてなんとですね、ケア教では中央法規出版様とコラボレーションです。こちら受験生に役立つ書籍のプレゼントキャンペーンも実施をしていますので、ぜひ概要欄から応募してみてください。それでは皆さん、さようなら。さようなら。ケア教をご覧の皆様、こんにちは。佐藤です。この講座では第36回介護福祉士国家試験に向けて皆さんの学習をサポートしたいと思います。受験生の皆さんに嬉しい中央法規出版さんの参考書プレゼントもありますので、ぜひ概要欄チェックしてみてください。今日のテーマは過去問徹底解説総合問題について見ていきたいと思います。総合問題ね、毎年当然必ず出ますけども、結構ね文章も長かったりするので、そのあたりもぜひどう解いていったらいいのか、皆さん最後までご覧いただけたらと思います。今日の問題はこちらです。35回の事例問題からです。E さん、35歳の男性は自閉症スペクトラム障害があり、 V 障害者支援施設の生活介護と施設入所支援を利用している。 E さんは毎日のスケジュールを決めて規則や時間を守ってプログラム参加をしていますが、周りの人や物事に関心が向かず、予定外の行動や集団行動は取りづらい。コミュニケーションは話すよりも絵や文字を示した方が伝わりやすい。E さんが利用する V 障害者支援施設では就労継続支援事業も行っている。災害が起こった時に様々な配慮が必要な利用者がいるため、施設として防災対策に力を入れている。また通称している利用者も多いので、 V 障害者支援施設は市の福祉避難所として指定を受けている。 E さんのストレングスに関する次の記述のうち最も適切なものを1つ選びなさい。1、行動力がありすぐに動く。2、自分で決めたことを継続する。3、新しいことを思いつく。4、コミュニケーション能力が高い。5、いろいろなことに興味が持てる。こちらの5つですが、皆さんいかがでしょうか。ではこちらも解説お願いします。はい、まずは正解からですね。正解は2番、自分で決めたことを継続するなんですけれども、出題がストレングスに関する記述ということで、ストレングスの意味が分かっていないと、確かに、はい、ちょっと解きづらいかなと思うんですが、ストレングス、強みですね。強みのことを言います。強みとかできることですね。そうすると事例の中に、E さんは毎日のスケジュールを自分で決めて、それをプログラムに沿って守って参加していると、ここができることになりますので、正解は2番、自分で決めたことを継続する。強みに着目した支援ができるかどうかっていうところが大きなポイントだったかなと思います。ありがとうございます。では続いての問題いきましょう。こちらも35回の事例問題になります。D さん、38歳男性、障害支援区分3は1年前に脳梗塞を発症し、左肩麻痺となった。後遺症として左動脈反応失効も見られる。現在は週3回居宅介護を利用しながら妻と2人で生活をしている。ある日、上着の袖に頭を入れようとしている D さんに介護福祉職が声をかけると、どうすればよいのかわからないと答えた。普段は妻が D さんの着替えを手伝っている。食事はスプーンを使用して自分で食べるが、左側にある食べ物を残すことがある。 D さんは左側が見づらい。動いているものにすぐに反応ができないと話をした。最近は日常生活の中で少しずつできることが増えてきた。 D さんは人と交流する機会を増やしたい。また簡単な生産活動ができるようなところに行きたいと介護福祉職に相談をした。介護福祉職は D さんに生産活動ができるサービスの利用を提案したいと考えている。次のうち D さんの発言内容に合う障害福祉サービスとして最も適切なものを1つ選びなさい。1、就労継続支援 A 型での活動。2、地域活動支援センターの利用。3、療養介護。4、就労定着支援。5、相談支援事業の利用。こちらの5つの選択肢、皆さんいかがでしょうか。佐藤先生、解説お願いします。はい、まず正解からですね。正解は2番、地域活動支援センターの利用。こちらが正解になります。まずは D さんの発言内容に合う障害福祉サービスはどれかというふうに聞かれているんですが、まず障害福祉サービスそれぞれの理解がないと、なかなか答えは選びづらいかなというふうに思います。この D さんなんですが、人と交流する機会を増やしたい、あとは簡単な生産活動ができるようなところに行きたいという気持ちがありますので、生産活動ができて人と交流ができるっていうのが2番の地域活動支援センターというところになります。1番の就労継続支援 A 型、こちらはですね、一般企業に就労ができない人が雇用された状態で生産活動とか行うところですので、不適切になります。3番、療養介護、こちらは医療的な行為ですね、治療とかそういうのが必要な人たちへの支援になるので不適切になります。4番、就労定着支援、こちらは一般企業に勤めている人がそのままですね、一般企業で働き続け続けられるようにサポート支援をするものになりますので不適切になります。5番は相談支援事業ですね。これからどうしたらいいかという相談を主にしたりとか、計画サービス計画の部分を相談したりとかっていう事業になるので、こちらも不適切になるかなと思います。ありがとうございます。そして第3問目いきたいと思います。こちらも35回からの事例問題です。 A さん80歳女性は自宅で一人暮らしをしています。同じ県内に住む娘が月に一度 A さんの自宅を訪れている。最近 A さんの物忘れが多くなってきたため不安になった娘が A さんと一緒に病院を受診したところ、医師から脳の記憶を司る部分が顕著に萎縮したアルツハイマー型認知症であると診断をされた。 A さんはこのまま自宅で暮らすことを希望し、介護保険の訪問介護を利用しながら一人暮らしを継続することになった。ある日、娘からサービス提供責任者に今年は A さんが一人で雪かきができるか不安であると相談があった。そこでサービス提供責任者が A さんと一緒に地区の民生委員に相談をしたところ、近所の人たちが雪かきをしてくれることになった。地域包括ケアシステムにおいて A さんの雪かきの課題への対応を示すものとして最も適切なものを1つ選びなさい。1、自助。2、互助。3、介助。4、扶助。5、公助。こちらの5つですね。こちらも解説お願いします。はい。まずは正解からですが、正解は2番互助ということになります。これは地域包括ケアシステムの中の4つの助と呼ばれるものの理解が必要になってくるのかなと思います。互助は近隣同士で助け合うっていうことなんですけれども、雪かき一人で不安であるという A さんに対して近所の人が雪かきをしてくれることになったということで、近所の人に助けてもらうという意味合いでの互助が正解になります。その他にも自助、共助、公助ありますので、それぞれどういった助けを得ながら生活していけばいいのかっていうところでは、4つの助覚えておくといいんじゃないかなと思います。この4つの助はもう毎年のようになんか見ますね。見ますよね、はい、ぜひ改めてチェックしてみてください、ちなみに今回この3つ選ばれたのは何か理由ございますか？はい、総合問題なので、これ今回は全部35回の問題なんですけど、総合問題っていうのはその名の通りいろんな知識を総合的に詰め込んだ問題なんですよね。だから障害の知識もそうだし、高齢者の知識もそうだし、あとサービスとかの知識とか社会情勢に関することだったりとか、そういう風な総合的な知識があってこそ初めて得点できるような問題が多いんじゃないかなと思うので、今回35回持ってきたんですけど、何年であっても他の基礎的な知識がなければ総合問題の点数っていうのは上がらないのかなと思うので、まずは総合問題勉強していく中で分からなかったらその科目に戻っていただいて基礎的な知識を習得するっていうような勉強方法をしていただければなと思います。ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか？佐藤先生、今日もねありがとうございました。ありがとうございます。なんとケアキョウでは中央法規出版様とコラボレーション企画です。受験生の皆さんに役立つ書籍のねプレゼントキャンペーンやっていますので、こちら欲しいなという方はぜひ概要欄からお申し込みよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。さようなら。ケアキョウをご覧の皆様、こんにちは、佐藤です。この講座では第36回介護福祉士国家試験に向けて皆さんの学習をサポートしていきたいと思います。受験生の皆さんに嬉しい中央法規出版さんの参考書プレゼント企画もありますので、ぜひ最後までご覧ください。今回も過去問徹底解説、今回のテーマは介護家庭ということで見ていきたいと思います。介護家庭ですがね、毎年出る重要な分野だと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。では今回の1つ目の問題です。34回からの出題です。介護福祉職が介護家庭を展開する意義に関する次の記述のうち最も適切なものを1つ選びなさい。1、チームアプローチによる介護を提供することができる。2、直感的な判断をもとに介護を考えることができる。3、今までの生活から切り離した介護を提供する。4、介護福祉職が生活を管理するための介護を考えることができる。5、介護福祉職が実施をしたい介護を提供する。こちらの5つになります。皆さんいかがでしょうか？佐藤先生、解説お願いします。はい、まずは正解ですね。正解は1番になります。こちらは介護家庭そのものの意義とか目的をしっかり理解しておくっていうことが必要なのかなと思います。意義目的に関する出題は毎年必ず1問は出ているような気がしますので、今回は1番チームアプローチによる介護を提供することができるなんですが、その他にも根拠に基づいた介護ご実践を行うためとか、いくつか目的はあるような気がしますので、そこら辺はもう一度勉強してみるといいのかなと思います。皆さんいかがでしょうか。では続いての問題ですね。こちらも34回からの出題です。介護家庭における生活課題に関する次の記述のうち最も適切なものを1つ選びなさい。1、効率的な支援を提供するために解決するべきこと。2、利用者が家族の望む生活を送るために解決するべきこと。3、介護福祉職が実践困難な課題のこと。4、利用者の生活を改善するために思いついたこと。5、利用者が望む生活を実現するために解決するべきこと。こちらの5つになりますが、皆さん何が正解でしょうか。佐藤先生、こちらも解説お願いします。こちら正解はですね、5番になります。利用者が望む生活を実現するために解決すべきことですね。介護家庭における生活課題はこの5番に書いてあることに尽きるんじゃないかなと思いますので、生活の主体は利用者であるっていうことですので、介護者が望むとか、あとは家族が望むっていう風なワードが出てきた時点で不適切という形になります。ありがとうございます。では3問目ですね。34回からの出題です。介護家庭における目標の設定に関する次の記述のうち適切なものを1つ選びなさい。1、長期目標の期間は1ヶ月に設定をする。2、長期目標は短期目標ごとに設定をする。3、短期目標は生活全般の課題が解決した状態を表現する。4、短期目標は抽象的な内容で表現をする。5、短期目標は長期目標の達成につながるように設定をする。こちらの5つになります。こちらも解説お願いします。はい、まず正解は5番ですね。短期目標は長期目標の達成につながるように設定する。こちらが正解になるんですが、こちらも介護計画を立てる前にですね、目標設定が必要なんですけれども、その目標が長期目標と短期目標があると。その長期目標と短期目標の関係性、関連性みたいなのもしっかり理解しておく必要があります。ちなみに1番は1ヶ月程度、目標はですね、半年から1年2年ぐらいをめどに設定します。あんまり短すぎると評価できないし、変化もあまり見られないのかなと思うので、半年からというふうに覚えていただけたらと思います。2つ目、長期目標は短期目標ごとに設定するとあるんですが、生活課題ごとにですね、解決しなければいけない生活課題を目標として、それをクリアするために短期目標があるというような考え方になります。3つ目、短期目標は生活全般の課題が解決した状態を表現する。この文は長期目標の説明になりますね。長期目標を達成するために短期目標を立てていくというような位置づけになっておりますので、この辺も確認が必要なのかなというふうに思います。ありがとうございます。はい、今回介護家庭に関する問題ということですが、はい、この3つピックアップされた理由も教えてください。はい、まずは介護家庭を展開する意義目的ですね。こちらは1問は出ると思いますので、しっかり押さえておいてほしいということと、あとは介護家庭の各プロセスでの取り組みと、取り組みの中での留意点ですとか、そういった注意すべき点ですね、そういったところをもう一度復習してほしいということで、こちらをお持ちしました。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。佐藤先生、今日もね、ありがとうございました。ありがとうございます。そしてなんとね、ケア教ではこちら中央法規出版様とコラボレーションです。受験生の皆さんに役立つ書籍のプレゼントキャンペーンやっておりますので、こちらの本欲しいなという方はぜひ概要欄からお申し込みください。それでは皆さん、さようなら。さようなら。